はい、ということで今日のパート16を始めていきたいと思います。パート16言ったけど今プレイ時間24時間だったぞ。いや俺収録外でどんだけやっとんねんって感じなんですけど、まあ やっていきましょう。さあアレフガルドってとこ来たんじゃなかったっけ。確かそうだよね。確かね。あ、違う、まだアレフガルドに行ってないのか。これから行くっていうとこだったかな。あ、そうだね。そうだね。確かね。あれだ。前回で、最後のゲンマだっけ、ゲンマである、ドメディに会って、ロトの応募もらったので、これで4つ全部集めたんですよね。でそしたら、なんかアレフガルドっていうところが、新たに行けるようになったので、まあ、そこに行くっていう話でしたね。で、そこに、ゲンマ王がいるらしいんですよね。だから、ゲンマ王に会いに行くって感じだったかな、確かね。さあ、まあ、第5章まだ終わってないけど、どうなんですかね。終わるんですかね。ここはガライっていう町みたいだけど、ここは沈んでいたんだよね。だから船で来た旅の人しかいないんだね。沈んでいたのに家屋は無事なのか。ここは本当に勇者が生まれたっていう伝説の大陸アレフガルドなのかね。何かありそうだから喜び遺産で来てみたのはいいんだけど、外にはとても強い魔物がうろうろしてるし、どこにも行けないよ。沈んでたところなのに守がいいのか。さあ何を言ってる。いやゴミ、なんで今さらリンゴ売ってんねん。なんでリンゴ売ってんの。普通大きなリンゴだろ、せめて。なんで今さらリンゴ売ってんの。いやガライっていう街だけどって言ってるけど、めっちゃ狭いね、これ。全然建物ないやん。で、あの、でかい建物何あれ。あ、教会かな。うわ、料理人コックがおる。あと、選手もいるじゃん。俺はベイク。腕は確かな料理人だ。新しい土地には新しい食材が眠ってるに違いない。俺はそう思ってわざわざここにやってきたんだが。なんていうか、こう、この土地は危険な匂いがするんだよな。そこで相談したい。俺を仲間にしてくれないか。いや、ちょっと飽きないんだ。すまんな。今さらスライムの心？こいつも仲間になるかな？しまった。寝過ごして仲間に置いてかれちまった。確かマジは東へ行ってみるって言ってたっけかな。まあいいか。現れたばかりのこの島に来てるやつは少ない。すぐに見つかるだろうさ。もう一度眠りしておくかな。仲間になりそうだけど、まだ仲間にはならないのかな。わしは馬車大好きじいさんじゃん。あれだ、馬車を見るために旅をしておる。おやおや、あんたたちとはこれで3回目の出会いかの。しかしこれで最後の出会いとなります。マジかよ。そろそろ家に戻ろうと思ってな。では最後の改造をしてやろう。よしよし、では どの場所を改造すればいいかの。これ最大3回までしか拡張できないんだ。でこれイーグル、カカロン、グレートで全部分けてもいいけど、これ逆に言うと一つのキャラ版だけめちゃめちゃやたら拡張するっていうのもありっちゃありだったのか。まあいいや、じゃあグレートで。マジかよ、これ最大12なの。マジで嘘やろ。待って、あ、次に会った時も改造してやる。じゃあ一応まだ可能性としては残ってんのかな。
12ではちょっと足りないんだよな、マジで。15は欲しい、マジで。この町の中で教会らしき建物は見つからなかったのですよ。なので、ここはと、ああ、ということで、はーい。ディプロッサの日誌。人とはなんて身勝手な生き物なのだろうか。かの伝説の一族、エルフが姿を消したのも、我ら人間に責任があるとしか思えない。彼らはどこ行ったのだろう。その先は文字が滲んでいて読むことができない。エルフ。あれ？ああ。なんか金目のものでもないかと思って来てはみたが、どうも期待外れのようだな。さあ、あとは特に行くとこはないかな。船着き場さっき行ったからね。じゃあ、外に出ますか。おわ、いきなり6章あった。幻魔の王、アレフガルド地方。さあ、6章入りました。こんな大きな大陸が沈んでたなんて信じられないけど、僕たちは今間違いなくアレフガルドにいるんだね。ここを冒険する前に、まずはこの辺りにキャンプ張ろうよ。野蛮じいちゃんたちも僕たちの後を追いかけてすぐに来るからね。すぐに来るからねって言っても、船で移動してこないといけないんだけど、絶対すぐには来れねえだろ、どう考えても。やがてギャバンたちがたどり着き、俺僕たちはキャンプの準備を始めた。てかさ、これキャンプにいる人とどうやって連絡取ってんだよな。手紙スマホ携帯ではないからね。どうやって連絡取ってんだろうね。俺僕たちのキャンプが出来上がった。よし、キャンプの準備はもう OK じゃ。アレフガルドは沈んでいたんじゃ。人が住んでいるとは思えんの。情報は自分の足で集めるしかないと思うぞい。はーい。あ、待って。メンバー変えよう。メタルハンターちょっと一回消すか。こいつ一回、いいや。メタル系いないとごめん、ゴミになるからな。はい。カリウド別にいられんだよな。カリウドいらん。結構ある、甘いあるな。どうしようかな。戦士系で。戦士系誰いる？え、まあ、戦い、あ、アンがいるな。あ、アンとあとこいつか。アリクスがいるか。これできれば揃えたいんだよな。まあ、でも無理か。無理だからいいや。武装か。あ、これでちょうどいいか。じゃあこれでいいかな。いいかな。OK。いいでしょう。41枚。いや、めっちゃ溜まってきたね。なんか。いや、ババアどこいんだ、お前。すげえな、これ。重なってんだけど、馬と。なんか、馬になんか馬になんか、ちょっとなんか、かじられてるように見えんだけど。すげえとこいんだ、お前。魔女っ子アリサ、これ乗せてる意味あるかな？なんか、魔女っ子アリサが魔女になる日があるのかなと思って、ずっと乗せてんだけど、こいつ。なんか、そういうイベントは特にないのかもしれないな、もしかしたら。HP は多分大丈夫かな。じゃあいいか。早くゲンマ王に会って願いを叶えてもらうんだ。それで出発しようよ。よし、行こう。キャラバンで。アイテムはまあ、大丈夫やろ、多分。よし、行こう。あ、出た、この BGM、懐かしい。めっちゃ懐かしいな、この BGM。さあ、敵はどんなやつだ。スライム、多分これ金スラになるね。え、これ何体いる。7体か。7体8体7体だね。え、強い。え、これ金スラになるやつじゃねえの。うやば。すげえ、めちゃめちゃダメージ入るやん。とんでもねえダメージ入るぞこれ。まあさすがスライムやからな。いや、こういう時はでもビギナマ使っていいんだよな、ぶっちゃけ。334経験値。334ってちょうどメタルスライム1体分じゃね。スライム7体でメタルスライム1体分の経験値になる。
パオーム。これは多分動物系の星4だろうね、きっと。いや、今さら、ここのタイミングでビギラマかよ、お前。さっき使いよ、ビギラマ。急に、やっぱ、モンスターによってダメージ入る量が全然ちゃうね。まあ、防御力だと思うんだけど。戦士強いな。人間陣営の戦士が強い。まあさすがに終盤やから。あ、なんだ、ダコンって別に強くないよな、確か。異界としてはグレード的には。ああ、あー、もういっぱいなんかもらえなかったか今。どうしよう、スノーム2体いらねえだろこれ。キラーマシンが3つあるのがマジやばい。どんだけあんねんみたいな。もうちょっと空き巣ってとこ、一応念のため。いらねえやつ何かな。突撃王とか絶対いらねえと思うんだよな、これ。絶対いらねえと思う、これ。いらねえか、これ。軍隊ガニ。まあ、軍隊ガニもいらねえな。あれ、ゴートロン ?2 つあるんじゃん、これ。あれ、ゴートロンってどんなやつだっけ。あ、あれか、鹿か。鹿二つはいらねえだろ。さあ、とりあえず下に南下してみるか。お、バトルレックス来たー。敵で野生出てきたね、バトルレックス。こいつも見た目かっこいいよな。なんかドラゴンなのに、斧を持ってるっていうね、なんか、殺意マシマシな感じがいいよな。うぜえな、砂嵐。キャラバンハートって聞いてなんかうざってやつが多いんだよね、ほんと。硬い。HP 多いのはタフやな。強い。うえい、追加の刺激。うわ、やられた。キャロルバトルレックスのくせに MP 結構あるね、上限値。いや、タフやな。強え。いや、バトルレックスは強いな。やべやべ、これマジワンチャンやられるぞ、これ。うわぁ、外した。そのエフェクトが出て外すのかよ。やばい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 、やられるやられる。もう砂ケミうざすぎやろ、お前。おぉ、もう外すぎやろ。勝てんぞ、お前、外してたら。いや、まだ死なねえのか、これ。やべえな。ちょ、マジやれっかもしんねえ。やべやべ。倒せ。これもモンスターよ、もう人間陣営の方がよっぽど当てになるんだけど。今だ死なねえの、信じらんねえ。やられた。勝てんのかこれ。勝てる。あ、どうした。いやー、とんでもねえな、マジで。すげえ、一人だけだと2000も経験値入るよ。で、2000経験値入って上がらないっていうね、レベルが。それはそれで衝撃だね。やべえ、ザオラル使えねえじゃん、こいつ。あ、じゃあ使えるわ。あ、ザオラル全員覚えさせたのか。じゃあ大丈夫だ。よかったよかった。もうザオラルの確率がね、あんま高くないよね。下でいいのかな。だからさっき東ウントラカンターとかなんか言ってたよな。まあ、とりあえず南に行ってみよう。またお前らかい。もう砂煙うぜえ。嫌がるせやん、これ。もう明日なの。
てか痛いなこれ、めっちゃダメージ食らうんだけど、買い切りえぐいわ、えぐいこれ。これさ、1ターンかけてモンスター3体、人間陣営3人でさ、6回も攻撃してさ、1体も倒してねえんだけど、どういうことマジで。ばらけすぎなんだよなマジで。普通に集中攻撃して減らしてけよ1体ずつ。火炎切り痛すぎや、どんだけダメージ食らうんだよこれ、えげつねえんだけど。いやお前多分ライディーンよりも普通にこうした方が強えだろ、バトルレックスだから。2ターン目で誘惑1体減らしたけど3ターン目に入ってまだ3ターンも残ってるっていう絶望。いやお前殴った方がええやろそこは。なんで急にお前ライディーンするようになったマジで、謎なんだけど。普通にお前、多分お前は殴った方が強い。呪文系で基本的に固定、ダメージ固定やからね。はい、やられた。えぐいってマジこれ。普通に戦ってて、ま、殺されんだけど。てか、HP 満タン状態でやられていくかんね。えぐいだろうな、ボス戦かよ、マジでこれ。ボス戦かみたいな。普通の雑魚的戦で普通にやられていくかんね、これ。えぐいだろマジで。いやつかキャロルさ、なんでキャロルだけ一回も殴られてないのこれ、半端ねえんだけど。えぐくない？おかしいだろ、キャロルだけ一回もダメージ食らってないんだけど、どうなってんのこれ、どうなってんのマジこれ。味方はさ、いや味方は敵に対してやたらなんかね、分散して攻撃するのに、敵に関してはなぜかやたら集中攻撃していくんですよ。ずるいんだよな、マジで。いや、もしこれが意図的にそういう風に してあるのであれば、これ相当ずるいよ。マジで。いや、これこっちでいいのかな？まあいいや、行くしかねえな。それで行ってみよう。ボストロール、ギガントドラゴン、ボストロール、ボストロール。いやー、強そうなやつやな。なんかこのレベルのモンスターになるともう1体1体で普通に強いから苦戦するんだよな。でそのモンスターが4体もいるからさ、まあきついよね。やば、100も食らうんだけど通常攻撃で。これボストロールみたいなダメージ特化型のモンスター結構やば、144、ギガンテス、アトラス、ボストロールとか完全にダメージ特化だよな、ダメージ特化モンスターだよね。グレートドラゴンがいてギガントドラゴンがいるっていうのが名前が似てるよね。1074、通常モンスターでもう1000超えるようになってきたね、さすがに。モルバギいらねえ、今さら。いや、キラーマシンの成長速度めっちゃ遅いんだけど、これビーナス、てかスワロン、ビーナス、キャロって全部同じタイミングでしたんですよね、転身。でさ、スライムナイトはさ星3で、キラーマシンとバトルレックス星4なんだけど、これどんだけ成長スピード違うんだよこれ、やばくねこれ。キラーマシン成長遅すぎだろ。でそれバトルレックス結構成長早いよね。うん、すごいねこれ、優秀だねバトルレックス。もうスライムナイト追いついてきたもん、なんなら。
あ、パクられる。4だけか。モンスターと人間陣営含めて一番強いのってこれジュラだよな。こいつだけ唯一2回攻撃できるからモンスターよりも強いよね、なんなら。うわ、なんだこれ。これ右か。めっちゃ複雑な構想してんだけど。ボストロレは HP はそんなに高くないようだな、どうやら。スライム。そう、こういう時はビギナマ使っとけ。ベギラはベギラゴンいつになんだろうな。マジで。これまさかベギラゴンなんない？まさかだけど。で、この後に及んで普通のスライムが出てくるのがマジ謎すぎる。いや、キャラバンハートマジ謎なんだよな。大木槌とかさ、アルミラージとかさ、他の作品だったら序盤出てくるザコなのに、なぜかキャラバンハートだけど、キャラバンハートだとなぜか強化されて、中盤とか終盤出てくるっていうマジで謎。怪しいですよ。これ何？どうなんのこれ。あ、なんか城がある。城か町かある。火炎の息弱っ。スライムナイトに関してはワンチャンもう一回転身してもええな。
あ、これ城じゃねえ、ま、普通の町やった。ここ人がいるのか。あー、いないね。なんか滅ぼされた町なのか、滅んだ町。ご、いや、いらな。いらな。いや、別にいらな。どうしよう。なんか、適当に。あ、バサーか、なんで二つもあるの？いらねえだろ、これ絶対。ここは 何もない。何もないな。まあ、もしかしたら後々なんかね、復活したりするのかもしれないな。それで一旦は、いいのかな？スライム一体で67の経験値か。すげえ、なんかフィールドが複雑というかややこしい構造してるね。いや、武闘家つえー、有能だなマジで。え、まだ生きてんのお前、嘘やろ。350くらい食らったけど、まだ生きてたね、今。これ右か。いや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 、5歩ぐらい歩いただけでもう敵出てきた。いて、めっちゃ痛恨なしてくんやんお前。何マジで、大きい槌かよ。大きい槌の上位互換やん。やべえな、これやられるな多分これ。はい、やられた。いや、きっちぇなこれマジで。きっ、やべえ、はい、やられたー。やばすぎやろ、これ。しか、なぜかキャロルが狙われないっていう、謎。えぐいって、これマジで。ザオルの確率低いなマジで、たまらんばい。いやいやいや、だから3歩歩いただけで5歩歩いたモンスター3歩歩いてイベント。
これやばいだろこのゲームマジで。イベントの発生頻度がエグすぎる。あ、なんかあるぞ。めっちゃかばってくるやん。いや体当たり弱っ。さあここは何だろうな。ホームバトル X もそう、もうメンツがさっきから全然変わんねえんだけど。え、待って、バトル X、 パオーム、ロストロール、ギガントドラゴン、あと普通のスライム、5種類ぐらいですかねバリエーション。森の中だろうが、なんか岩の上だろうが、砂漠だろうが、草原だろうが、メンツ変わんねえんだけど、マジさっきから。こうマヌーサがあまりうざすぎる。パオームの HP めっちゃいっぱいあるよな。お、シャダルコ弱っ。で、いらんてマジで、もうバカかよマジで。ちょっとさ、いらんてライディン。あのさ、ちょっとさマジさ、あ、いられた。ふざけてるよなマジで。これやべやべ、これ全滅するぞマジ、やばいぞ。急に呪文するのもやめてもらっていいかなマジで。うわ、えぐっ。なんで急に呪文しだしたお前ら。普通に殴れよ。もういや、逃げよ、これ無理だわ。サロンに死んだ時点でちょっときつい。これ AI が尋常じゃなく無能。本当に半端ないっすよ、マジで。そして全然、お前ふざけんなよ、マジで。これザオロラ1回で MP10 減るからね。えぐいんだけど、マジで。てか、さっさとザオリ君になるよ、マジで。喧嘩ってんのか、これマジで、このゲーム。こうなんかさ、呪文がさ、その、強化されるの仕組みがよくわからない。どうやって強化されてくんだろうね。あ、なんかいる。師匠、我らの時間がまた動き始めたようです。私はこれより運命の子供たちと共に旅に出たいと思います。そうだな、お前がこれまで学んだこと存分に役立ててくるがよい。はい、これまでの長き間ありがとうございました。よい、伝説を失うため我らは戦わねばならぬ。行くがよい我が弟子イズラグよ。お待ちしていました。小さき体に勇気を持つ者たちよ。私は賢者イズラグ、あなた方にお仕えする者。賢者、さあ私をお連れください。お力になりましょう。めっちゃ唐突やな。これ断ってんね。それは困りました。私はこの時のために修行を。
私は攻撃と回復の2つの呪文がつく。上位互換やん、完全に魔法使いの。いや、魔法使いと賢者の上位互換やん。いらねえだろ、どっちも。あ、じゃあ魔法使いとソウルの上位互換だかも。いらねえだろ、どっちも。必ずや、お役に立てると思うんですが。一応断れるんだ。我が弟子はここで過酷な修行に耐えてきた。それは伝説を守るため、伝説が消えないように。そしていつの日か伝説が蘇るその時のために、そなたらと共に行くことはすなわちそれに値する。行くがよい、伝説を知る者たちよ。勇気はそなたらと共にある。伝説を守り育むために、私は攻撃と回復の2つの呪文が使えます。必ずやお役に立てることでしょう。賢者イズラクがキャラまで加わった。まあこういうなんか賢者みたいなすげえ強そうな職業はもしかしたら一人しかいないのかもね。さあランドル、お前降りろ。お前降りろ。ウェインさんたちを救う。え、ウェインって誰。ウェイン誰。え、待って、ウェイン誰。え、ウェインって誰だっけ。分かんなくなってきた。多分ランドルの、あ、違う、あの、ルインの母親かな。あ、違う、親かな、多分だけど。これ、地図紙いらん。もう地図紙で枠取んの、マジ腹立つんだけど、マジで。こいつらマジいらん。どうしようかな。魔法使い消すかな。まあ、維持紙もいらねえんだけど。間違いなく。アイリーン、パンナ、盗賊、まあ、盗賊もいらないんじゃないですね。重たさん、あ、結構そん言うほど重くないな。うーん、どうしよう。まあ、呪術消すか。すまんない、クラス。お前消すしかないわ、マジで。いや、こん中で消すってなったらマジでお前消すしかない。そうだね。あ、マッチは分かられんのこれ。白状もやな、マジ。ストーリーのイベントで仲間にしたやつばっかなのに、そいつらを下ろせるっていう。クソ白状なんだけど。すまんない、キャス。さあ、星さんか。どうしようかな。どうしよう、悩むな。まあ、どっかに入れたいね。大地の怒り、なんだこれ。どうしよう、どこ入れようかな。守る使いは乗せたいから、どうしようかな。まあ、地主でも乗せてか。まあ多分こいつめっちゃ強いんだろうね、きっとね。やべえ、 MP がマジない。ベギラマってこれ6も使うんだ、 MP。 これ以上 MP 使ったらマジザオラル使いにくくて済むから、ちょっと MP 禁止しよう。特技使わないしよう。特技使うのと MP 節約って同じじゃねえの。ほぼ同じやんこれ。いや、むしろ MP 節約にしたら何使うのか気になるんだけど。
いや、ベホイ2回。回復魔法使えますと、ベホイ2回。これ攻撃呪文、狙みとかだったりして。ゴミで草。さすがそらないよね。レギュラマかそれとも。クソゴミなんだけど。おい、一歩歩いただけでイベントだったぞ、お前。イベント発生頻度がまでいかれてる、これマジで。どんだけ短いスパンでイベント起きんだよ、みたいな。もう顔ぶれ、カーラーもちょっとさすがに飽きてきた。なんか、ねえ。第1章、第2章、第3章、第4章。らへんまではさ、結構、ね、地形によって、場所によって、敵の種類変わったけど、なんか、終盤なんかやたら同じモンスターばっかり出てくるんだけど。変わり映えがないにしないんだよな。これ攻撃呪文と魔法、攻撃呪文と回復呪文これ、使い分けんのかな？どうなんだろう。でもさっき回復する必要ない時に回復呪文使ってたかな？意味わかんねえよな、マジで。まだ生きてんのお前。信じらんねえ、HP 量だな、あいつ。なんか今作なんかさ、ちょくちょく嫌がらせモンスターがさ絶対いるんだよね。なんかラリフォーマーを使ってくるアルミラージとか、このマヌーサをめちゃめちゃ使ってくるこのパオームとか、でしかもこれ HP 多いからさ全然死なねえしさ、マジ嫌がらせ以外何もんでもね。なんか敵が強いうんうんとかっていうか、もう単純に嫌がらせなんだよな。うざってだけっていう。上に何かあるかな。食料、あやべ、食料あんま買ってなかったな。とりあえずお弁当。イズラグがさ、攻撃魔法使ってくるのって何？いつなん？1ターン目は回復で2ターン目は攻撃みたいな、そういう感じ？まさかだけど。
あー、もう全然当たんねえな、マヌーサ。いや、どんだけ当たんねえんだよ。アホか。いや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 。もう嫌がらせげえやん、これ、ただの。いや、さすがに嫌がらせげえだろ、これ。さすがに嫌がらせげえ。いや、こいつ HP ありすぎだろ、マジで。ええ加減にせい。いやいやだから、短いねん、マジで、これ。なに、マジで。やばいやろ、このゲーム、マジで。いや、さすがにやばいだろ。5歩歩いてもう戦闘。で、これ、敵が強いからさ、これ、時間かかるんだけど、マジで。いや今回なんかこれ移動するだけで終わりそう、マジで。いや、今回に限んないね。最近だね。なんかロンダルギアの時もくっそ時間かかったからな、マジで。まあ、今回その最初さ、パート16ですって言って、プレイ時間24時間だったんですよね。で、いかに時間かかってるかって話なんですよ。マジで。え、これマジでくっそ時間かかるからね。レベリングとか含めて。おー、ゆら。いや、弱っ。微妙やん。まあ、全体攻撃であるけど。まあ、修行した結果がお前、ベホイミとビオラかよ。それは微妙だわ。はい、やられたー。やだら集中攻撃してくれてきな、これ。味方超バラバラに攻撃するのに。敵はなぜかやったら集中攻撃してくれっていう。理不尽さね、これ。えぐいって、このゲーム、マジで。いってぇ。いや、バトルレックス、クソ強いんだけど、マジで。これ、マヌーサ状態の使い物なんねえな、マジで。ほら、もうなんなん、マジで。やたら集中攻撃してくるやん。やられた。やべえな、これ。タイマンだ、タイマン。あ、でも、ジュラがいるからいいか。さあ、経験値人締めだ。2000入って1レベル上がんないって、これマジ相当しんどいな。あ、やべえ。え、待って、これザラ使える？あ、一応使えるわ。ちょっと待って、これ失敗したらマジやばい。積む。マジで積む。いやー、MP ねえなー。カツカツ。ねえ、ちょっとさー、勘弁してもらっていい？えぐいって、このゲーム。このゲーム、えぐいって、マジで。いや、このゲーム、俺さー、一兆回ぐらい言いたいんだけど、マジで難しいかんな、このゲーム。ほんと。超むずいかんな、このゲーム。本当に難しいかね。あ、ま、洞窟、え？ダンジョンこれ。嘘やろ？ダンジョンあんのこれ。マジで？マジ言ってんの？え？トンネル？タンネルこれもしかして。あ、でもダンジョンじゃないのかな？いや、絶対ダンジョンだろこれ。絶対ダンジョンだろこれ。あ、なんかいる。盗賊こいつ。チェッチェ。なんだよなんだよ。お宝なんか何もねえよ。新しく現れた島だって言うから期待してきたのよ。ああ、失敗したな。盗賊の俺っちの出番がねえじゃねえか。ん？あんたたちもお宝を探しに来たのかい？この洞窟には大したものは何にもなかったぜ。行くだけで無駄だぞ。いや、仲間なんないんかい。多分これ下降り。うわ、なんかドラゴンいんだけど。なんで？なんかドラゴンいんだけど。痛い。え、ないないない。姫はいずこへ消えたのだ。我は姫を守らねば。貴様たちが姫を連れ去ったのは許さぬぞ。いい、ドラゴン。いい、いきなりボス戦。でもボス戦 BGM だからね。え、待って、全然ダメージ入らない。これ強いんじゃないこいつ。普通のドラゴンかと思いきや。いや、硬っ。
戦いだけ戦っとくか。激しい炎、これベギダゴンかな。ベギダゴンと同じだと思う。まあでも倒したら仲間になるとかそういう感じかな、わかんないけど。でもヒゲって誰のことしたんやろな。うわー、170億あんのか。えげついな、それは。え、回復アイテムあったかな。一応雨水あるか。170くらいだったら焼け石に水なんだよ。うわ、えげつね。はい、やれた。これスクーツをルカにした方がよかったね。とりあえずはいいや。てんのかこれ。なんかさ、やたらキャロルだけなぜか狙われないんですよね。なんか知らねえけど。なんか順番によって。あ、なんだなんだ。あ、仲間、あ、こんな仲間なんだ。ドギー。盗賊ドギー。じゃ、ゲッツ消すか。ゲッツ消そうじゃ。多分なんかゲッツより強そうじゃね、こいつ。うお、重さ1の盗賊や。ゲッツ消すわ。ゲッツの方がイケメンだけど。あ、ガキか、こいつ。ガキ盗賊や、これ。ガキ盗賊だった。どうしよう、なんか心、なんか適当に消しとこう。それキラーマシン3ついらねえか。まあ、スライムもいらねえと思うけどな。まあ、とりあえずいいや。まあ、とりあえずこのドラゴンに関してはもうちょっと戦力整えてから行きたいな。あ、あっち行けた。待って、行く前にテントをこっちに呼び寄せようかな。呼び寄せのなんとかかんとかで。でも左側にも行けんの。左側なんだ。一応行ってみよう。やば。全員砂嵐してきやがった。どんだけ嫌がらせしたいんだよ、こいつら。パオもめちゃめちゃ経験値高いね。あ、待って、呼吸したい。うお、金めっちゃ溜まってる。呼び寄せの鈴欲しいんだよな。翼欲しいんだよな。雨水一応買ってこう。
これこっちはなどういうの？あ、城あるじゃん。普通城あるし。じゃあここに玄魔王いいんじゃねえか？多分。いそうだね。激しい炎。今バトルレックスに全然ダメージ入らなかったね。やっぱ非対性が強いのか。まあでもキラーマシーンも結構耐性ありそうだね。ギガントドラゴンも結構いい経験値いっぱいくれんな。いやーもううわ MP ねえじゃん。もうマジで、え、マジでもうザロー使えねえ。うわ、ど僕の上に、うわ、こいつトライワインダー、何こいつ。なんかここに来て謎の新モンスターいんだけど、今さら新モンスターできた。弱っ、雑魚やん。190 謎のモンスター出てきたけど毒の上に、あ、しまっとるやん。なにこれ、え、文字で刻んである。精霊ルビスの名において竜の王をここに封じる。何人たりとも封印を解くべからず。え、精霊ルビスって誰精霊ルビス誰。まあ、いや、ちょっと、そうそう時間ないさなんで、今回は、ここまでにしたいと思います。まあね、第6章入ったので、まあ、これは多分最終章かな？表ストーリーだと。うん。だから第6章のボスは多分ラスボスですね。表の。さあ、一体ラスボスは誰なのか。という感じですが、とりあえず今回はここまでにしたいと思います。ということでご視聴ありがとうございました。